幕皇祖は、幕長、大越の、第九代皇帝。名は、幕高士官。伊王幕高士用の子で、戦争の孫とされる。慶王に封じられていた。樹縮の大僧が即位すると自立し、関東二年に、大事件で、後霊長に抵抗した。関東二十九年、大僧から、上位されて即位した。龍康氏六年に後、霊朝の平安王。 丁末が死去して、その子の新国公、帝都万軍公、帝椿の間で争いが起こると、これを後期と見た構想は軍を南下させ、各地で、後霊長に対する反乱を煽ったが、8月26日に、か林や試験で、帝に敗北してみ一つで、高平に逃げ帰った。竜康氏8年には、帝引きる後、霊長軍の侵攻を受けて、大上校となっていた。 大僧らが捕らえられて殺害されると、次男の幕義高と共に、民に逃亡した。同年に剣士して後霊長に降り、それまでの竜安氏に代わって、英祖の言語を用いるようにした。後霊長より、対一国公に封じられ、高平に戻ることを許された。要は4年に死去し、幕義高が定位を継いだ。ありがとうございます。